ヨガジディズナフットボールこんにちは、こんばんは、タイポンです。はい、ということで今回はですね、チャンピオンズファイナルの報酬を開封していきたいと思います。これちょっと配信でやろうと思ったんですけど、ちょっと休養ができてしまって時間があまりにもないということで、すいません、動画になります。さあ、今週もこの86プラスレアゴールド2、これがね熱いんすよね。しかも今このトータルラッシュね来てるんで、トータルラッシュ当てたいな。まずトレフカ77レアゴールド7名パック、まあ777って呼んでるんで、これ結構運がいいパックかなと思いきや、そうでもないっていうね、うん、まあそりゃそうなんだけど。お、でも85出たな。ありありあり、素材であり、どんどん素材貯めていかないとね。結構ね SBC でいい選手出てきそうな感じするんで、777ラッキー男、やっぱこれはちょっとウォークアウトはしませんと。高レート結構出てんな、84も出たし。で次 TOTW パック、まあこれは期待してないです。いつもウォークアウトしたらマジでどうしちゃうのって感じ。いやー、マジで歩かねえな、これ。確率相当絞ってると思うんだよね。安定のクイック売却。そして81プラスレアゴールド選手11名パック。これは可能性はある。歩いてください。いや、合計ラッシュ。トータルラッシュ。いや、ここの時点で違う。おーしよし、ウォークアウト ?CDM イングランド?プレミア誰だ?あれ ?CDM のイングランドのウォークアウト。あ、ライスかな?ライスか。ライスだ。うわー、いいっちゃいいよ、普通に。イケメンだから。イケメンが当たったらもう、そりゃね、イケメンに越したことないんだから。ライスなら抱かれてもいい。まあ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 、でもこれトレカだからね。ありがたいっちゃありがたい。さあ、本命はこの人たちよ。86レアゴールド選手パックもウォークアウトは確定ですから。これで先週、リュディが当てたんで、何が出るかな?トータルラッシュ来てほしい。神よ。いや、誰だ?男ではある。GK、アリソンだと嬉しい。でもなんかエデルソンっぽかった。うわ、めちゃめちゃエデルソンだ。もうエデルソン3回ぐらい当たってる。多分エデルソンの確率相当高いよ、これ。めちゃめちゃ高く設定してある。こんな当たることあるっていう。いや、アリソンだったらめっちゃ嬉しかったな。まあでも素材で使います。さあ、ラスト86プラス。頼むぜ、マジで。神引きさせてくれよ。トータルラッシュ来い。オープン。さあ、来なさい。いやー、緑じゃない。しかも女子だ、女子だ、センターバックの女子。いや、マジか、センターバック女子は絶対微妙。うわー、バルサは前線欲しかったな。マピレオンちゃん、いや、まあ89高いけど、レートは今週はダメだったか。まあでもトレカでウォークアウト来たから、まあ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 悪くはないかなと思い込んどきます。はい、ということで明日日曜日ね、スカバト報酬来るんで、そこでトータルラッシュ引いてね、神引きしたいと思いますので、言っておけばいつか神引きできるんで、はい、言っておきます。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございます。配信もやってますので、ぜひ配信もお越しください。それではまた動画出します。バイ。